であんなチーム救えるんですか。動き出しはもう本当に点取るあのタイミングをさ、もう極限まで極めて、そこにね妥協しない肉体を持ってますからね。だからブルーノ・フェルナンデスがこのタイミングでここに蹴るなっていうのを2人でアイコンタクト合わせてさ、ちゃんとプルアウェイして動き出してるじゃないですか。ラッシュフォードとクリスティアーノ・ロナウドの動き出しの質の差見比べると、ああロナウドってだから点取れるんだっていうのが分かると思いますよ。